愛のごとくは山川正夫が1964年2月に執筆した小説。新潮の第61巻同年4月号に収録、発表された。筆者の繊細高知な作風を広く印象づけた作品。執筆されたのは生田緑との結納を済ませ、結婚式を3ヶ月後に控えた時期である。単行本愛のごとくは1965年3月に、 新庁舎から発行されたが、山川は、その直前の2月19日に交通事故に遭い、翌20日に死去。1964年の山川正夫、私はいつも自分にだけ関心を持って生きてきたのだ。という戦略な一行から始まる。29歳の主人公、私は、家族との激しい葛藤から逃れるように人妻と、私虐的な常時に溺れてゆく。自分と家族、 他者との関係性を描く。ラジオ脚本家の29歳の男。父を早くに亡くし、母と姉と妹の同居生活を送る。過去に付き合っていた女。既婚者だが、私との7年ぶり再会を経て、過激な性愛の関係に溺れる。物語の最後に交通事故死を遂げる。文芸評論家で、書評家の池上富雪は、本作の主人公、私が、 家族との葛藤や女性との激しい関係で苦しむ姿は自由に青春を楽しむことができる若者の姿ではなく家族への屈辱に似た感情赤黒く光る熱いドロドロとしたものを抱えていると評している。ありがとうございます。